はいどうも皆さんこんにちは、タッツヤンの達也です。いきなりこのタイヤのドアップから始まる動画ってなかなかないと思うんですけど、今回はタイヤのバルブキャップを交換していきたいと思います。でも交換するバルブキャップは前の動画でちらっと紹介したリバティウォークのバルブキャップです。1個250円で買ったものです。それでは早速この黒いキャップと交換していきます。交換は簡単ですね。くるくる回して取り付けるだけです。でまずリアこんな感じで取り付け完了です。でリア映したついでにマフラーに貼り付けたステッカー、貼り付けた時には1ヶ月後くらいにどんな感じになったか経過見せますって言ったんですよ。見せてなかったんでこのタイミングで見せようと思います。貼ってからも半年くらい経ったのかな、ちょっとはっきりと覚えてないんですけど、こんな感じで特に溶けたりとか剥がれたりとかそういうこともなく普通に貼り付いてます。でもなんかちょっと表面が若干劣化してるのかなって感じです。まあまだ大丈夫そうなんでこのまま貼り付けたままにしていきたいと思います。では続いてフロントも交換していきます。まあフロントも交換方法は一緒なんで、黒いのを取ってこの買った金色のバルブキャップをつけていきます。取り付け完了です。今回はこの黒いこのプラスチックのキャップからリバティウォークのキャップに変えるって動画でした。このプラスチックのキャップは嫌だって人は交換することをぜひお勧めします。本日もご視聴ありがとうございました。まだこのタッチチャンネルチャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録お願いします。そして Twitter、Instagram もやっているのでまだそちらのフォローしたい人はぜひフォローの方よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。